絶望プリズン。あ、普通にタピオカの店あるわ。ここだな。タピオカの専門店のようだ。店の中では列ができている。かなり人気なんだな。あ、入れんのじゃ。ここじゃないんかな。こっちか。あ、おるわおるわ。あれはアウさんとミカコさん。はやんたですね。一体何をしているんだろう。ねえねえあんちゃん、これ終わったら猫カフェ行こう。あんた本当に猫好きだよね。今私服見てるから時間があったらね。わかった。どうもお二人さん。あれ君たちは。こんにちは。オカウド部、なんでこんなところに。はい、少し聞きたいことがありまして。聞きたいこと。そういえばアイスさんが二人を探していましたよ。もう帰ってしまいましたが。へえ、そうなんだ。無関心やなお前ら。はぐれとったのに。で、それがどうかしてんの。え、いや、アリスちゃんが何度も連絡してたって。別にあんたたちには関係なくない。あれ、なんかこの5人組の間でもなんかちょっと仲の良し悪しってんがあるんかな。なんかそんな感じが見えてくるぞ。てか何なの、それだけのために話しかけてきたの。いやいや、すみません、話がずれてしまいました。僕たち昨日のウサギさんが襲われた事件を調べていて、担当直入に聞かせてもらいますが、アウさん、あなたがカナさんを自殺に追い込んだ主犯なんですよね。は？何なの突然。犯人の顔してますよ。コナンの犯人の顔してますよ、あなた。シロー君、そんな言い方したら。私が主犯でいじめてたらですって。あんた、それ誰から聞いたの。アリスさんです。あ、これちょっと良くない流れ。アリスちゃん、ちょっと明日あたりさ、いじめのターゲットにされるんじゃない。シローのせいで。ちょっとあんまりよろしくなかったかもしれない展開。彼女がはっきりとそう教えてくれましたが、直接いじめていたのはウサギさんとアンさんだって。クソ、あいつ。アンちゃん落ち着いて。おいシロ、今のは言わない方が良かったんじゃねえか。ちょっと口が滑りすぎましたかね。あのデブ。え、今なんて言っとくけど、アリスは嘘つきだから信じない方がいいよ。嘘つき？なんかさ、5人の中でもさ、ほんまに仲良し悪しってのがあるような感じになってきとるな。あいつ自分を守るためだったら平気で嘘つくんだよね。ね、ミカコ。え、ああ、うん、そうだよね。ほら、だからあいつの言うことを簡単に信じない方がいいって。はあ、なんかちょっと圧力感じるんだよな、このアンちゃんとミカコちゃんの間。それにあいつも カナをいじめてたし、自分だけ被害者のふりして振る舞うとかマジムカつくんだけど。次襲われるならあいつが襲われればいいのにな、ミカコ。そうだね、アンちゃんの言う通りだよ。この人たち、アリスさんとは友達なのにひどいことを言うな。あのさ、ミカコちゃんはカラさんについて何か知らない？私は、何か教えてくれるんですか？いや、お前は喋るな、シロ。お前はとりあえず一旦喋るな。実は。ねえ、もういい加減にしてくれない？いつまで私たちの邪魔するつもりなの？あんたたちのつまんない話に付き合ってる日もないんだけど。
すみません。邪魔するなんて、そんなつもりではなかったんですが、なかったかもしれんけど、お前はちょっと口が滑りすぎなんだよな。いやー、それにしても、あなたたちの鋼のメンタルをお持ちなんですね。は？うさぎさんが入院したというのに、誰もお見舞いに行かずに、こんな場所で遊んでいるなんて。それは。だから何？あんたらには関係ないでしょ。ほら、ミカコ、行くよ。行くよってば。あ、待って。なんだろう。うさぎちゃんの名前出した途端にまた犯人の目になったな。行ってしまいましたね。なんなんだ、あいつら。全然仲良くないじゃん。意外と表面だけの関係だったかな。まさに、上辺だけの関係、みたいだね。そういう人たちだからこそ、人をいじめることができるんでしょう。そういえば、美香子ちゃんが何か言いたそうな感じだったよね。あの時、あんちゃんに遮られてたけど、一体何を言おうとしてたんだろう。気になるな。それこそ結構重要な情報かもしれんし。めっちゃ走ってきてるやん。わあ、美香子ちゃん。わあ、情報を伝えに来てくれた感じになってる。美香子ちゃん、どうして一人で戻ってきたんですか？ちょっと言っておきたいことがあって。言っておきたいこと？うん。私は、カラさんのことをいじめてなんていないから。へえ。って言われてもな、いじめなさそうな感じはするけどさ。なんかさ、命令されてやったって感じもあるけんな。ミカコさんはいじめとは無関係だということですか？そうなの。私はただ見てただけで、本当に何もしてないの。見てただけ。うん。だから、もし今回の話が大事になって、カラさんへのいじめとかが先生たちバレたとしても、私は関係ないからね。なるほど、なるほど。ここまで戻ってきたのは、それを言うためだったんですか。そうだけど。わかりました。ありがとうございます。わかってくれてありがとう。じゃあ、私、戻るね。でも、僕は思うんです。何もしてないのも、立派ないじめじゃないでしょうか。シロ、いいこと言った。え？あなたは見ていただけで、助けようともしなかったんですよね。それって、見捨てるのと同じですよ。え？それは？そうなんだよな。あなたたちに何がわかるの？もし私が歯向かったりしたら、うさぎちゃんやあんちゃんに何をされるかわかんない。そんなにお二人のことが怖いですね。そうだよ。怖いよ。あの二人がいる限り、私たちはずっとビクビクして過ごすしかないんだから。難しい話よね。確かにさ、黙って見てるのは立派ないじめかも。いじめって言われるけどさ、暴力によってそうね、支配されてるような感じやもんな。なかなか動くことができんっていうのもちょっと分かってしまうところもある。待って、ミカコちゃん。行ってしまいましたね。なんかますますあのグループの不仲な面が見えてきたな。どうやら、アンさんとウサギさんは、他のメンバーから襲われられているみたいですね。そうみたい。それにしても、やっぱりカナさんの自殺には、彼女たちのいじめが関係してたんだね。これは、やはり、カナさんの幽霊の復讐で間違いないかもしれませんね。いや、幽霊は出てこんわ。けどさ、カナさんのさ、隣の写真で隣に写っとった女の子がさ、カナさんの代わりにために復讐してるっていう線はちょっとあると思うよな。それが誰なんかっていうのが今回の問題よな。そうだね。さて、じゃあこれからどうする？
今日はもう遅いですし、今後の調査については明日にしませんか。そうだな。じゃあみんな、また放課後に集まろう。うん。うさぎちゃんとあんちゃんがさ、ダブルで、ラブ、ツートップで、他の女の子が、それに従いついてきたっていう感じの構図が見えて、で、この5人が実はそんなに仲良くなかったっていう構図が見えて、だからこそ、この誰しもが犯人の可能性があるって状況は分かってきたんはいいよ。けどさ、その誰が犯人っていう情報がまだ全然ないんよな。それでも尋問でちょっと出してくるパターンの感じかな。そして翌日の放課後。さて、調査再開です。今日は何から調べていきましょうか。そうだな、今更やけどさ、ルイちゃんさ、あの退部届出したん？弓道部の方。あのさ、あのちゃんとさ、弓道部のみんなに別れ告げんかったらさ、あのルイちゃん、ルイくんがルイちゃんに代わってさ、ちょっと思ったがさ、目のルイちゃんへの見方が変わっとるかもしれんからな。ルイちゃんみたいな感じで見え方変わっとるかもしれんからな。ちゃんとその辺お別れちゃんとしとかなあかんと思うよな。どうしたピコン。あー、なんかまた LINE か、もしかしてこれスマホに通知。またか。あー、ちょっと待って、あんちゃんの方、ツートップのもう一人のトップにいる方に来たんじゃ。まだなんか縛られてんのこれ。縛られてるな、なんか。黒板に。青いやつで。これは、また、ピエロの動画だ。ハロー。お楽しみな時間が、やってきたよ。おい。後ろに映ってるの、あんじゃないか？ねえ、みんな、あそこを見て。え？レイクの指さす方を見ると、向かいの校舎の教室にピエロが立っている。生放送じゃん。あれはまさか。急いで行ってみましょう。向かいの教室か。えっ、これは、スカートだね。うおー、ちょっといやらしいな。助けて、あんちゃん。おい、なんかタイマーみたいなのが動いてるぞ。何これ、爆発しないよね。これなんか爆発しそうな気がするんですけど。あれってまさか爆弾。おい、冗談だろ。早く助けないと。なんだこのソーみたいな、スリラー映画のソーみたいな展開。なんだお前。いやー、ゲームをしよう。生きるか死ぬか決断しろ。この声はどうかな。どうやら爆弾にスピーカーがついてるみたいだな。その爆弾の中には大量の塩酸。ちょっと待って、本当にそうみたいなか。ジグソーか、お前ほんまにジグソーか。お前、生きるか死ぬか決断しろ的な感じじゃないんか。お前、塩酸。もしタイムリミットまでに爆弾を解除できなければ、塩酸が飛び散って、彼女はただじゃ済まないかもね。もちろんそこにいる君たちも例外じゃないけど。そんな。嫌だ。早くこれを外せよ。これは犯した罪への代償だ。そんじゃ、バイバイキーン。なんで最後バイキンマン入ったん？なんで最後バイキンマンな。バイキンマンこんな悪、こんなちょっとやばいことせんぞお前。これは思わぬ展開ですね。爆弾なんてどうやって解除すれば。やばいことになってきたで。どれ80KA。 トランプだったらさ、ここ K が13で A が1になるんだろうけどさ、もしかしてそういうことかな。これは、ここに数字を入力する場所があるみたいだ。
810K、 なんか色が違うもちょっと気になるな。なるほど、タイマーを止めるためには正しいパスワードを入力するというわけですね。でもパスワードなんて、もう何グズグズしてんのよ、早く。あんちゃん落ち着いて、ボーダーたちが何とかするから。まずいですよ、もう時間は数分しかありません。急がねえと。よっしゃ、他に何かヒントは。これピエロのトランプ。ああ、また数を数えてのパターンだよこれ。 A が緑の風船から赤い風船を引いたまず。なるほど、そういうことか。緑の風船から赤い風船、緑が1,2,3,4,5 か5やな。で赤が1,2,3、これえ、これも風船か、これも風船、え、微妙、ちゃうだろ、ちゃうだろこれ。うわ、紛らわしいけど違うなこれ多分。まだ紛らわしいパターンでどうにかしようかって思ってるかな。これ5-3で2だろ。 A は2でいきます。こっちのカード、これ K か。 K がナイフやな。ナイフの数、緑色のナイフ。あー、これもなんか緑以外のナイフがあるんじゃん。わー、やっぱ黄色いナイフもあるよ。1,2,3,4 か、え、4か、これ 1,2,3,4,5 だったわ。5、5、ちょっと待って、忘れるわ、ちょっとメモる。 K が5だったな。で A が風船の数の話だったな。1,2,3,4,5 で赤が3で前引いて2かやな。でもって他のカード、これ10、緑の風船の数か。緑の風船は5個や。緑の風船10が5でいこう。次ラスト、これジョーカー。何がジョーカーじゃないのお前、ジョーカーって何やお前、これ関係ないだろお前。ジョーカーじゃない、サイクロン、ジョーカーじゃないんだけど、もう他のカード、ジョーカー関係ないわこれ。 A は見た、 K も見た、これか8だった。あ、星の数か、星の数、あっしゃ星の数じゃ。1,2,3,4、これも、これもちょっとだけ違う星だけど、これも 4?これも4か。何が4だったっけそもそも。8が4やな。8が4って紛らわしいな。8、4だろ。はい、これでいこう。これでいこう。8、14、4、5、K が5。で、A が2。これでいいんちゃうん。違うな、あれ、またなんかややこしいパターンちゃうん。またちょっとややこしいパターンちゃうん。やめてよ。風船これ1個に数えるパターンじゃないの。ってことは A が1になるよね。それでちょっとやってみよう。4,5,5,1。 おい、違う、もうやぎらわしいねん、この星混ぜたらダメみたいな感じ。わー、じゃあこの赤いやつは風船じゃないと考えて A を2にして、この星が実は星1個と数えてはいけないと考え、え、待てよ、風船かこれ、星の風船じゃないとダメなのかな。これ8、この星、え、風船の星なんか、この書かれた微妙やな、もうこれもう、お前。もうわからんわ、見たるわ、お前。見たるわ、お前。7552。7だったわ、一番最初。え。8が7だった。え、8って何だっけ？こんなに8多いか？おい。8で何やったっけ、おい、星の数じゃあ、星そんなにあったっけ。あったー、よく見たらあったよー。合わせたら8なんじゃ、もう何でもいいんじゃ、星だったら何でもいいんじゃお前。
でもあと1個どこなんだとしたらあと1個どこなん ?1,2,3,4,5,6,7 あと1個どこだ ?7 だったわ。読めない。合計したら7だったわ、お前。あー、心3つ合わせるも合わせとったらしいわ。うわー、あー、7,5,5,2。イェーイ、グリフィンドール。なんだこれ。ピッ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 。よし、正解した。爆弾に書かれた4つの数字はトランプの数字を意味していたんだ。そしてそれぞれ対応するトランプのナイフや風船の数を入れればよかったんだな。5、これで爆弾は解除できたはず。タイマーは止まってる。よかった。助かった。あんちゃん、今は助けるからね。ギャー、残念。それで解除したつもりか。え、おいおい、またタイマーが動き出したぞ。さっきのパスワードは正解だったんじゃ。そんな残念でした。この爆弾は最初から解除なんてできないんだよ。そんな僕はピエロだからね。道具は嘘をつくものでしょ。オッケー。それじゃあ再びカウントダウンを開始。ゴー。やべえぞ。早く逃げないと俺たちまで。やーん。はずみません。3。助けて。お願い。2。1。やばい。もうダメだ。あれ。何？これは紙吹雪？ねえねえ、びっくりした。今どんな感じなん？どんな気持ちなん？一体これはどういう？塩素の塩酸なんて嘘だよ。ギャー、デーメセリタ。嘘？お前、何が狙いなんだよ。あっちゃんがおもらししてる。普段は偉そうに振る舞ってグループのリーダーを気取ってるのに、怖くておしっこを漏らしちゃうなんて。これが学校のみんなにバレたらどうなるんだろうね。ね、あなたはカラさんの幽霊なの？絶対違う。さあね、それは本人たちが一番分かってるはずだよ。とにかく面白いものが見れてよかった。じゃあまたね。うん。声がしなくなった。許さない。私にこんな恥をかかせるなんて。大丈夫？あんちゃん、心配してください。あ、心配してくださいじゃない。何が心配してくださいじゃん、お前。安心してください。おもらしのことは誰かに言ったりしないですよ。それに僕も小学校高学年までたまにおもらししてたことも。いや、お前そんなもん聞いたもんしょうがないやけど。しろ、お前は少し静かにしろ。じゃあ、私はもう行くから。え、ちょっと待ってください。どこに行くんですか？アンさんにはまだ聞きたいことが。トイレに決まってるでしょ。トイレ？ああ、なるほど。それは大変失礼しました。私が漏らしたこと、絶対誰にも言わないでよね。言ってしまいました。それにしてもこの大掛かりな仕掛け、あのピエロ、つまりカラさんの幽霊がやったんだよね。まあそうだろうね。ってことは先ほどまでこの教室にカラさんの幽霊がいたことになりますね。ああ。何か部屋に怪しいものなど残されていませんかね？
少し現場を調査してみましょうか。うん。なんかなあ、ピエロがなあ、姿を見せんってところがさ、もしかしてさ、ピエロ一人じゃないって可能性があるんよな。仲が変わればさ、姿は見せずに反抗できるわけやしさ、複数犯って可能性もあると思うよな、俺は。なんか、これ何これ。足跡、この足跡って一体誰のだろう、あんちゃんのかな。え、でも、あんさんは靴を履いてなかったですよ。あ、そういえば確かに。これはでかい情報だ。この足跡は明らかに靴を履いています。だとしたら、これは一体誰の？もしかして、あんちゃんを縛ったピエロの足跡とか？でもそれは変ですね。ピエロの正体はカラさんの幽霊のはずです。いや、それは最初から俺は考えてないけど。お前ら幽霊という現実味のないものを信じるのか？幽霊には足がありませんよ。いや、それは人間が勝手に想像した偶像ってやつでさ、もしかしたら幽霊は足があるもんかもしれんしな。確かに。ってことはさ、やっぱりペールは幽霊じゃないんじゃないか。うん、私もそう考えるのが自然だと思う。カラさんの幽霊みたいな話を言いよって言うやったけどね。君そう言いよったよね。この足跡が何よりの証拠だし、やっぱりピエロの正体は人間なんだよ。なるほど。しかしピエロの正体が人間となると、一つ気がかりなことがあります。気がかりなこと？それ何が言いたいかちょっとわかる気がする。最初のピエロがさ、突然屋上から校庭に出てきたことだろ。仮にピエロが人間だったとして、ウサギさんが襲われた時、屋上から中庭に瞬間移動したことはどう説明するんでしょう。それはさ、ちょっとな、ピエロが二人おったって言うたらさ、説明がつくと思うよな。あの、同じピエロのさ、着ぐるみが二つあって、中身がそれぞれ違う人だったら、ピエロがなんか習慣移動じゃないんよな、実はって話。なんか習慣移動したように見せかけられることはできるんじゃないかな。ウサギさんも一緒に移動しとるけど、そのウサギさんももしかしたら動画の方は偽物だったって可能性もあるで。演劇部やけんさ、もしかしたらああいう感じでさ、フェイクが作れるかもしれんしさ、その線が強いと思うよな、俺は。だから、なんか複数犯な感じがしてきたな、これ。幽霊ならまだしも、人間には習慣移動なんてできませんよね。それは。誰が来た？先生。おい、お前ら一体何の騒ぎだ？先生。なんだよ、これ。派手に散らかしてくれたな。お前ら、一体ここで何があった？ピエロというか、カラさんの幽霊が現れて。カナの幽霊？カナって、もしかして、隣のクラスのカナのことか？先生、知ってるんですか？俺は一応、この学校の教師だぞ。生徒を知って、当たり前だろう。先生。生徒の名前とか、なかなか覚えれない見た目してるくせに。それはそうと。今、幽霊って言ったか？はい。お前ら、何を言ってるんだ？マジレス。突然のマジレス。そういうことな？死んでない？詳しく聞かせてください。確かに不登校になってから連絡はついていないが、彼女が死んだなんて連絡は学校に来ていない。でもみんなが言ってますよ。カラさんはいじめが原因で自殺したって。ただの悪い噂だろ。どうせ誰かが面白おかしく流したんだろう。翼くんか？
ったく、だから子供は。とにかくお前ら、ここは片付けて帰れよ。あ、マジか。自殺したってこと自体が、ただの噂話だったんやな。ほう。ってことはさ、ちょっと待って。だとしたら俺が言うた複数犯説はさ、さらに強みを押してくるんちゃん。カラちゃんと、その、カナさんと、その、協力者の二人でさ、ピエロやゆったとしたらさ、話繋がってくるで。そういうことなんかな。これは、とんでもない真実が発覚しましたね。カラさんが、死んでいない?ピエロはやっぱり幽霊じゃなかったってことか?じゃあ、一体、誰が犯人なんだろう?その時だった。うわぁ、ここで来るのか!いや、ちょっと待って、証拠少なないか、おい。証拠少ないわ、尋問がちょっと重要味が帯びてくる感じのパターンやな、これ。おい、聞こえるか?この声は、バイキンマン。はーい、ふーへふー、違うわ。時間切れで。これより、絶望裁判を行います。え?もう?じゃあ、こっちの世界に来てもらうぜ。ヒント少な!こんなんでできる?ちょっと尋問がちょっと重要になってくるな、これ。